この世の中には自身の理想とする正義のためであれば暴力を用いても構わないと考える人たちが存在しています。そしてそういった人たちが集団となり、自分たちの行動を正しいと疑わず突き進んだ結果、掲げていたはずの正義が凶悪犯罪へと変貌を遂げてしまうのです。ということで、こんにちは。今回は正義を主張するテリストと警察との激動の戦闘を放送した結果、視聴率が約 90% を記録することとなった日本史上最も注目された凶悪事件、浅間山荘事件について、ミスターくんにちは僕がご紹介していきたいと思います。では行く。始まり。1970年代初頭、自分たちの理想の国家を作り上げることを目的とし、改革のためなら暴力も辞さないといった危険な思想を持つ2つのテリスト集団が合体し、連合赤軍という組織が設立されます。そして連合赤軍のメンバーたちは日本に革命を起こすべく、軍資金や武器を集めるため、日本各地で強盗や襲撃などの犯罪行為を繰り返しながら警察から逃走を続けていました。そんな中、1972年2月19日の正午、警察が長野県のとある山荘付近を捜索していると、その山荘に不法侵入して身を隠していた5人の連合赤軍のメンバーによって突然発砲されたため、即座にその場で警察と連合赤軍のメンバーとで銃撃戦が繰り広げられることとなりました。その後、銃を乱射しながら逃走する連合赤軍のメンバーを警察が追跡するものの、連合赤軍は近くにあった浅間山荘へ逃げ込むと、連合赤軍のリーダー坂口広が浅間山荘の管理人の妻である牟田康子さんに対して、騒いだり逃げたりしなければ危害は加えないと脅迫し、拘束することで牟田さんを人質に取り立てこもりを開始しました。なお、連合赤軍のメンバーの中には車を用いて逃走するという方法を提案する者もいたのですが、坂口には人質と引き換えに逮捕された連合赤軍の元幹部を解放させるといった目論見があったため、逃走するという案は却下されました。また事件発生当時、警察は浅間山荘への食料の供給を断ち、連合赤軍に兵糧攻めをするという作戦を立案したのですが、浅間山荘の管理人から、山荘内には1ヶ月ほどは優に生活できるほどの水や食料があるという発言があったため、この作戦は断念することになりました。そして浅間山荘が建てられた場所が切り立った崖の上だったことから、山荘に突入するルートが限られるため、籠城戦は不利だと判断した警察は連合赤軍のメンバーたちと交渉することを考えます。そこで警察は連合赤軍のメンバーである吉野正邦の母親に、浅間山荘の傍らで拡声器を用いて吉野に対し説得をしてもらうのですが、母親がお母さんを撃てますかと発言すると、吉野は銃弾を母親の乗る装甲車に撃ち込むことで自身の強い意志を示したため、親族による説得も失敗に終わりました。その後も連合赤軍に所属する他のメンバーの親族による説得が行われたものの、誰一人として耳を貸す者はいませんでした。こうして頑なに立てこもりを続行する連合赤軍の対応に警察が頭を悩ませる中、突然現れた勇敢な民間人の男性が人質として囚われている牟田さんと自身の人質交換を思い立ち、連合赤軍のメンバーたちと交渉を開始しました。しかし、その民間人の男性を私服警官だと誤認した坂口により、その男性は頭部を拳銃で撃ち抜かれ、帰らぬ人となってしまいました。そして民間人の犠牲者が出てしまったことや、籠城するばかりで一向に声明を出さない連合赤軍に対し、焦燥と得体の知れない不気味さを感じた警察は、連合赤軍に政治的主張を語るよう要請します。ですが、リーダーである坂口の黙ってただ抵抗することが主張になるといった思想から、それも拒否されてしまったため、警察はより一層連合赤軍に対して気味の悪さを募らせました。作戦。暗中模索の状態で人質の解放と犯人たちの逮捕に挑む中、警察はとある作戦を立案します。その作戦とは擬音作戦という偽りの音を用いたもので、事件発生から5日後、警察は立てこもる犯人たちを消耗させるべく、夜間に銃撃音を録音したテープを繰り返し流し、そこに合わせ投石を行いました。
その結果、連合赤軍のメンバーたちは音に意識を割かれ、十分な睡眠を取ることができず、不眠症を発症するなど、警察の音を用いた妨害作戦は、立てこもり犯の精神を少しずつすり減らしていきました。さらに、籠城に有利な浅間山荘の立地に対して、クレーン車に鉄球を取り付け、壁や屋根を破壊することで、山荘の正面と上の両方から攻めることを可能にするといった、非常に大胆な作戦が実行されることになります。というのも、警察による情報分析の結果、連合赤軍のメンバーが浅間山荘の3階に待機し、人質の牟田さんが2階に拘束されている可能性が高いと判断されたため、犯人たちと牟田さんを引き離すために2階と3階をつなぐ階段を破壊することにしたのです。その上、この作戦を重要視していた警察は、山荘にあるラジオから作戦の情報が連合赤軍のメンバーたちに漏洩することを防ぐため、鉄球を用いた作戦に関する情報を報道しないよう、報道機関と報道協定を締結しました。そして、事件発生から9日が経過した2月28日早朝、警察はクレーン車に取り付けられた鉄球を浅間山荘の階段部分めがけて激突させるのですが、ここでアクシデントが発生してしまいます。なんと、別々の階層にいると思われていた立てこもり犯たちと人質の牟田さんが、実はこの時同じ3階にいたため、2階と3階に通じる階段を破壊し、牟田さんを救出するという作戦は失敗してしまいました。さらに、鉄球を打ち込んだ直後、クレーン車が突然故障したことにより、3階の屋根を破壊し、突入する経路を増やすといった警察の作戦も完全に崩壊してしまいました。交戦。警察の当初の予定は狂ったものの、人質の救出と犯人たちを確保するといった目的を果たすべく、警察はそのまま連合赤軍との交戦を開始しました。まず、鉄球によって開けられた穴から激しい放水を行い、犯人たちを追い詰めようとします。ですが、その放水作戦の最中、放水の指揮をしていた警部の一人が連合赤軍の何者かによって狙撃されてしまい、命を落としてしまいます。さらに、銃撃戦が繰り広げられる中、狙撃によって左目を失明する警官や、犯人を確保する機会を伺っていた機動隊員たちを見つけた坂口によって、鉄パイプ爆弾が投げ込まれ、右腕が砕けるほどの重傷を負う機動隊員や、しばらく聴覚障害を負うことになった隊員も出るなど、連合赤軍との交戦により、数十名に及ぶ負傷者が出てしまい、まさに現場は地獄絵図と化していました。しかし、それでも警察は決して屈することなく、目的を遂行するため、徹底して戦うことをやめませんでした。そして、交戦の開始から5時間余りが経過した際、警察が放ったガス弾により、浅間山荘内に催涙ガスが充満したため、連合赤軍のメンバーは呼吸できずに苦しみ、体力が削られていきました。それから、警察と連合赤軍の戦いはさらに3時間ほど続いたのですが、山荘内に築かれたバリケードを被弾しながらも排除していった勇敢な機動隊員たちの思いが実り、ついに連合赤軍が立てこもっていた部屋に突入しました。警察は抵抗するメンバーたちを取り押さえると、人質となった牟田さんを無事に救出し、事件発生の9日後、3人の死者と27人の負傷者を出した凶悪な浅間山荘事件は収束しました。結末。その後、逮捕されたメンバーは裁判にかけられ、リーダーの坂口には、逃げ場をなくしたボートが血迷い、ただ強盗と殺戮を繰り返しただけで、これを革命などと論ずるのは少子千万に値するとして死刑判決が言い渡され、その他のメンバーにも死刑や無期懲役などの極めて重い実刑判決が下されました。しかし、今回の浅間山荘事件を起こしたメンバーの一人である坂東邦雄は、他の場所で別の事件を起こした連合赤軍によって釈放を要求されたことで、超法規的措置によって釈放されており、現在でも海外で逃亡を続けています。また、今回の事件が長期化してしまった要因として、山荘の立地が立てこもりに有利だったことや、人質がいたこと以外にも、射殺された犯人が英雄視されることを防ぐ目的や、同年に起きた犯人を射殺した警察官がマスコミに告発され、顔や実名を晒されるといった悲劇を繰り返さないようにした結果、発砲する際には警察庁に許可を取らなければならなくなったことなどが大きな要因の一つだとされています。
また解決したかに思われた今回の事件でしたが、その後スクープを得ようと白熱した報道機関の一部の記者によって、牟田さんの入院する病室に盗聴器が設置され、牟田さんと警察とのやり取りや精神科医による検診が公開されるという事件が発生してしまいます。さらに牟田さんが連合赤軍から解放された後に開かれた記者会見では、彼女が語った家族や友人と遊びたいという発言の遊びたいという部分が強調して報道されてしまったほか、犯人たちと牟田さんが友好な関係を持っていたという偏向報道が行われてしまいました。そのため被害者であるはずの牟田さんが世間から非難を受けることとなり、彼女のもとに脅迫文やカミソリが送られ、彼女が心に深く傷を負ってしまうといった事件も発生するなど、この浅間山荘事件は極めて多くの爪痕を残すこととなった日本史上最大の手事件の一つとして現在も語り継がれています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て警察はすごいと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやっているので概要欄のチェックもよろしくお願いします。